29日の西武との交流戦線、バンテリンドーム名古屋で先発する予定の中日の左腕、小笠原慎之介投手は27日、バンテリンドーム名古屋で投手陣の練習に参加。校長キープで白星を積み上げることを誓った。開幕から8試合連続でクオリティスタート、先発で6イニング以上を自責点3以下、をマークしているが、パリーグのチームについても、 つないで点を取るチームが多い。セ・リーグとそんなに変わらないですと気にしない様子。交流戦は大きく順位が変わることもある。一戦一戦しっかり重きを置いて投げたいとチームの勝利第一主義で挑む。中日スポーツ、この記事はいかがでしたか問題を報告。関連記事、落合博光さん、中日はそんなに長続きはしない。中田翔、ネオの気迫に、 挨拶に来てくれる時とは中日、小笠原慎之助、飛んで2勝目、あ、危ないかも、体が先に動いた超絶美儀。中日打線、小笠原に44イニングぶり援後点6回2から連続四球連続的自打。